ジオ。ラジオお聞きのアシストエヴァンの皆さん、1週間ぶりですね。グリニチは。こんにちは。いや嘘でしょ。3回目だ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。パーソナリティの育休手役、ゆうちゃんこと神様こと、はい、いじられまくりおこと、エロセこと広瀬ゆうやです。編集しないよ、今編集しない。まだ入ってこないでください。編集しないでください。ノーカットでお届けするからね。すごい喋る。はい、ラジオお聞きのアシストエポの皆さん、グリニッチは。今週もよろしくお願いします。同じくパーソナリティのつつじ大高校宝田立花役、ゆめさんこと神ちゃんこと宮本ゆめです。あなたが毎回さ、つつじ大高校を強調することによって、うん、みんながなんか秘密があるんじゃないかって言われてるんだけど、ね、言われてるらしいね。なんもないからね。すいません、あの第1回で話したんですけど、これは私の滑舌を練習するための予備動作でございます。ごめんなさい、アシストエポの皆様、何の謎もありません。ごめんなさい。なのでもう外すか。いや、毎週言いたい。言いたい。やっぱここまで来たら全部言いたいの、うん、じゃあ言うということなので、はい、特にそのね、つつじ大高校宝田立花っていうのは関係ないので、うん、その辺ね、ちょっと言ってみて、つつじ大高校宝田立花。俺の。3、2、1、どうぞ。つつじ大高校宝田立花。言えちゃうんだ。言えちゃう。じゃあ神田版のことじゃん。神田版。ちょっとやってみて。せーの、3、2、1、どうぞ。つつじ大高校ザッハチだよ。ゲストの方がいらっしゃってるようですよ。はい、この方です。自己紹介お願いします。はい、ラジオ聴きの皆さん、はじめまして、グリニチは。グリニチは。スカイビッターでおなじみ、ビット役の松風正です。よろしくお願いします。松風さん、お願いします。どうもお邪魔します。来ちゃいましたね。いや、ついに。どうですか、なんかもうツイッター上でもなんか、うん、ぶっ壊しに来るみたいな、ね、なんか宣戦布告を、公式さんがそれを勝手に言い出したんですよ。いや私はね、なんかあれじゃん、二人本当に仲良く元気よくさ、はいはい、やらせていただお届けしてるけれども、はい、なんかその勢いに任せて全然違う日本語喋ってんのに、こう、はい、何の計算もしないよ。これね、松風さんにお会いするたびに言われる。その感じの良さで乗り切ろうとしてるのを訂正をするために、私結構本当に真剣に、じゃあ今日は来る感じですね、はい、グリットマンにそれを言われて。なるほど、その指令を受けて。今日は MMM とか言いません。そう、じゃあ今日はしっかりとしたライブでも本当に開始1秒ぐらいで噛んだね。本当なんですよ、これ。いつもなんですよ、うん、いや、あれは噛んだわけじゃないですよ。なんかっていう喉の調整。いや言い訳。喉がガラガラになっちゃったことと噛んだことは違うわけだね。そう、噛みましたっけ僕。じゃあもうだからあれだ、神様じゃなくてもうガラセとか新しいガラガラしてるから。おお、なんか毎週一個、ね、お前あれがいいんじゃん、エヘン虫ってどう。何エヘン虫って。どんな虫ですか。何エヘン虫って。これが俺がってやるから。大人でもなんでもないじゃない。人間じゃない。ゆめちゃん頭いい。そうなの、人間じゃなくなった。いいじゃないよ。なんか誰でも思うでしょ。響きが嫌だったの。あれしょ、りょうちゃんつけたんでしょ。神様からなんかその響きがすごく嫌だったの。あと神様って言われてる人よりも神様がいたっていう、あの確かにね、ゆめちゃんちょっと神っぽれちゃってるから、じゃあもうエヘン虫。ガラガラヘビかい。まあ確かに語呂はいいかもしれない。語呂はいいかもしれない。じゃあ今日は俺ガラガラヘムシで行くわ。なんてなんてガラガラエホン、エホン、なんて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 、エヘン、エホン、エホン虫でしょ。エホン虫、エホン、エホンって言うから、エホン虫でもいいから。エホンって言うの。いや、なんかエホン、エホンみたいな。エホン。さて、今週も今の多分切れたから、先で多分だから盛り上がんなかったとかとカットしてもらって、もうノーカットで覚えてた。今のこの恐怖の時間をね、一瞬やっぱシーンとした時間出てくるとさ、結構ドキドキしちゃいません、ね、あの綱渡りの綱が切れる瞬間を、ね、なかなかこれ聞けないから、このラジオ多分40分間で何回もその場面が訪れると思うので、ぜひそこはスリルを味わってこのラジオを楽しんでいただきたいなと思っております。さて、今週もですね、私広瀬のファンの方から、なんかこういうコーナーがもうできたんだね。ついに毎週広瀬のファンの方からの、最近ね、僕のファンのお便りがもうくるくる。広瀬のファンの方のお便りなんてスリリングだね。いいね、行きましょう。くるくる、女性の方のようなので私読みたい、読みたいと思います。ありがとうございます。はい、アクセスネーム5円でもいいさんからです。ありがとうございます。読んだ、俺のことじゃないのこれ。あれ、ゆうちゃん、ゆめさん、グリニチは、グリニチは、グリニチは、エロセ君目的で見ていたグリヒットマン、俺目的で見てくださいですが3話でビットさんを見てから心奪われて夜も眠れません。ビットさんのスマホになってずっと触っていてもらいたいです。ビットさんが好きすぎて日常生活が守らないです。どうしたらいいでしょうか。何つった今。ママに会えないです。お前ちょっとかわいそうだした。はい、今あざといあざといです。あ、今のあざとい、今あざといママに会えない。いや、何ちょっとあざとく感じるの。くっそー、くっそじゃない。はい、どうしたらいいでしょうかってことです。ちょっとこれ変態じゃないですか、この人。ずっとずっと触っていてもらいたいですって。
いやそこじゃないでしょ広瀬くん目的で見てたのに己のファン相手に己のファン相手に変態じゃないですかこの人ってなかなかだねだってもう俺のファンじゃなくなっちゃったよ3話にしてでも松風さんに取られちゃったビットさんを見てからでしたっけいやでも3でしたっけグダグダやもうそういうのだぞ何そういうところだぞやばいやばいなんかこの名言毎回そういうところだと広瀬大体言われるんですけどですっけですっけ3話はでも早いよねだいぶね確かになんかビットさん確かにこうなんか特にすごい話に関わってくるわけじゃないですけど、うん、大体いいよ言い方なんでキャラクターの存在かって先世紀中学生の一人ですよでも私大好きだからねでもこう話に乗っかってこないけどさなんかいつもこうクールな感じでなんか喫茶店でなんか飲んだり、うんうん、なんか携帯いじったりしてるなと思って、うんうん、でも絶対いるよなっていうそれいるでしょ親戚中学生なんだからいやでもよ違うでもいるのにいるのに頑張れ頑張れいるのにものすごい悪いいるのになのよいるのにいるのになんだなって、うん、なんだってどういうこといるのになんだなってこういうとこだそういう勢いで内容がないそろそろ始めていこういるのになんだよねやっぱりそうだねいるのになんだよじゃあ、ね、この後後半でもビットさんの魅力について話していきたいと思いますので、うん、何が起きたのえ何今、はい、じゃあそろそろ始めていきましょうタイトルのところね、はいはい、せーのアニメグリッドマンラジオとりあえずユニオン第8回アクセスフラッシュアクセスコードスカイビッターううアニメグリッドマンラジオとりあえずユニオンこの番組はグリッドマン制作委員会の提供でお送りいたしますせーのグリッおいおいおい1回目は言わないだろうなと思ったから俺は言わなかった1回目はね言わないんだろうなと松風さんのこと分かってるねやっぱせーのグッそうなんだよ2回目も言わないの1回目は言わないよ始まんないよ始まんないよ始まんないよ始めていこうよ始まんないよって言わないからじゃあもう1回やってみようせーのグッもういいよもういいよやろうということでグッのコーナーグのコーナーですねグのコーナーということで、はいはい、さて番組前半は普通のお便りです、はい、アニメの感想私たちパーソナリティやゲストの方宛てのメールを紹介しておしゃべりしていきたいと思います、うん、ギリギリ危ない危ないな、ね、今回はアニメグリッドマン第7回の感想を特集したいと思います、うん、たくさんのお便りそして長文の感想をいただいておりますが時間の都合上一部抜粋してご紹介する場合がございます、はい、あらかじめご了承ください、はいはい、一部抜粋ってあんまり他の番組で聞かないからあそうなんですか先ほどスタッフの方に聞いたら本当に長文なんだってそうなんですよ A4 1枚で送ってグリッドマンへの思いを綴ってくださってるんでありがたいことですよそんなに言いたいことがあるなんでニヤニヤしてるんですかそうですねすごい考察とかねみんなしてくださって、ね、いっぱい書いてくださってその中をちょっとね抜粋して、はいはい、紹介したいと思います、アクセスネーム SSSS ヨーペアさんからですありがとうございます神様ゆめちゃん松風さんグリニチ は第7回待望のビット会でとても興奮しました、うん、荷物を持たなかったり5円しか出さなかったりとクズ疑惑も出ていたビットさんですが今回はスカイグリッドマンとして大活躍でしたね、うん、普段はやる気なさげなフリん普段はやる気なさげなフリットマン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 を呼んだよな間違えたよ普段はやる気なさげなビットさんですがいざ戦闘になると本領発揮、うん、アンチを単独で撃墜する姿はかっこよすぎて昇天しそうでした、うんうん、あの話数には板野サーカスで有名な板野一郎さんが携わっていらっしゃるということで今ちょっと不思議なインプレッション板野サーカス板野サーカスで有名な板野サーカスになっちゃうからあサーカス自体サーカス板野サーカスになっちゃうからダメだ今日ダメだ板野さん茶化すなやめろ松風さんでしょここはしっかりとカットしてるノーカットで怖いんです、はいはい、今またつないでした今な小ボケで小ボケなのね今の失礼いたしました広瀬が言いました広瀬が言ってました誰が言ったかちょっと今のは普通に紹介しますよ、はい、また今回は街に天井があることが判明しさらに謎が深まっていってますねこれからどんな展開になるのかとても楽しみですとのことですまずはねやっぱりなんといってもビットさんっていうこの日本語のカタカナの文字をフリットマンっていうゆめちゃんが可愛すぎる可愛すぎるこれはどういうことが起きたらやる気なさげなフリットさんなんかありそうだしなフリットマンなんて可愛いしフリットマンってありそうですねサクッと食べれそうな感じもあるなんかフリット美味しいフリットマンねじゃあ OK ということで、うん、ありがとうございます、はい、で続いてっていかないでもっとちゃんと拾わないと何今の拾わせであげたないわありがとうございますありがとうございますスカイグリッドマン大活躍なんでなんか安い商売品みたいな一
人が褒められ慣れてないからね。ありがとうございます。天使が言えない、ありがとうございます。じゃないよ、ちゃんと拾っていきましょうよ。ビットさんがついに飛びましたね。はい、どうですかね、やっぱ皆さん、私も痺れましたけれども、ご縁しか出さなかったクズ疑惑、クズ疑惑、いろんな疑惑があるけれどもさ、クズ疑惑ってひどいよね。いや、でもクズっぷり大好きでした。クズっぷり、ゆめさんは、いや、ゆめさん毎回毎回ビットが一番大好き大好き、そう、ご縁しか持ってないから、いや、もう罵倒されたい、ビットさんに。なんかやっぱ大人のちょっとね、余裕の感じとか、そうそうそう、ちょっとあしらわれたいっていうのは女性は意外と多いらしいんですよ。あしらっていた、ビットさん。いや、なんかなんて言うんだろう、ちょっと上から来る感じなのに、なんか何もしないよ、上から来る感じあった。いや、なんかなんて言うんだろうな、なんかね、ゆめちゃん完全に今妄想トークしてるそんなシーンね、確かに全7回のうちないんじゃない。ちょっとビットに求めすぎてる可能性はある。ないもの、確かにそれはあるわ。上から喋ったことあった。でもなんかないけど、ちょっとフラッとしたのがいいでしょ、なんかダメよ感というか、ダメよ、ダメよ、人のキャラをダメよのクズっぷりがいい、ダメよのクズ、顔だけがいい、ああいう感じ。いや、顔だけじゃないけどもね。いや、でもね、顔に関してはこれ本当雨宮監督に言われたんですけど、当初コンセプトとして立ってるだけでモテるっていうのはあったらしいから。でも本当スラッとしてるしさ、足も細いしさ、そんなのある、立ってるだけでモテるって、そんな人いる。いや、だからさっきの人はさ、第3話でさ、特に何もしないビットをさ、かっこいいってやっぱ根に持ってるね、さすが。すごい嫌いし、性格が小せえ、器が小せえ、さすがだって俺のファンだったのに覚えてるね。いや、でもそれくらいかっこいいってことでしょ、やっぱり女性から見てそうやって思うってことは。いや、かっこいいし、やっぱつかみどころがない感じが、なんとも、なんか心くすぐられる。それまた松川さんのね、声とか芝居もなんか、そうそうそう、さっきちょっとふわっとしてる感じ、ね、悩みましたよ本当に。すごいセリフ短い分だけ、あ、確かになんかビットそんな多くは語らないですもんね、うん、なんかところどころ、こう、あとなんか2人もね、そうだと思うけど、本当にトリガーは素晴らしい会社で、雨宮さん、はい、本当に天才で、うん、なんか面白いことやるとどんどん絵描いてくれるじゃない。そうですね、絵描える絵描えるって大爆笑して、絵描えるってすごい言ってくれるんですよ、うん、だからもう そういうね、有能な人ほど描き上がってるものを変えてくれるみたいなのもあって、うん、でビットもよくアニメーションでよくあるんだけど、当初からもっとすごいクールで捨て鉢な感じでも成立するんだよね、もっとツーンとした感じっていうか、ボソボソ喋って低い声でうるせえなみたいな方向で持ってっても成立する。確かにありそうだな。多分ね、当初そっちだったと思うよ。で、オーディションとか、ビットの顔を見たら結構クリクリしてて可愛い。そうですね、アニメだからちょっと人間的には、俺はそのなんだ、こんなね、クズ疑惑のあるところであれですけど、人間的にはなんかアッパーめな人柄のいい方に俺は寄せたつもりが結構ある。それもなんか全然監督も面白いねみたいな。冒頭言ったやつはね、俺かも、はい、本当あんまり笑うんじゃなかったんだけど、これ監督に相談しに行って、唯一かなこの部分、確かになんか、あ、俺って言っちゃう人いるじゃん、はいはいはい、そういう風にやるのもなんかありなんじゃないかなみたいな。で、監督は多分なんか、あ、俺かっていう風な方、ちょっとかっこよくクールに捨てる方ね、行こうかみたいな風にしてもいいってことですね、方向で、それでですよねみたいに言ったら、あ、それもそうだったけど全然考えてなかったけど、ちょっとじゃあ僕両方やらせてもらうんでいい方をみたいな話をして、結構僕は性格はいい、でも確かにとっつきやすい方にはちょっと意識して、なんかそっちの方が人間味もありますし、でもそしたらメキメキとクズ疑惑がね、私のあれも軽さなのかな、うん、そうだね、その軽さがちょっとクズっぽいみたいになっちゃった。でもかっこつけて捨て鉢でご縁ってどうですかね、広瀬君。笑いで、めっちゃ絡んだね、事件に見えるしね、ちょっとカットだな今の、それも確かにな、かっこいいっすね。でもなんか戦ってる最中はめっちゃかっこよかったですよね、なんか、いや、私はね、またしたなグリッドマンみたいな、戦ってるとこも好きなんだけど、スカイビッターっていう時に目つぶったんですよ、ビッドが。つぶったね、あれがね、やばい、あれはあれがやばい、目つぶったとこがなんかその今までのこの浮ついてたビッドがそのちょっと真剣モード入る、そうそうそう、ちょっと体勢入るよっていう、あの絵がねえ好き、でも分かる、急に語彙力がなくなって気持ちがね先行して、ありがとう、そっちの方がかっこよくないですか、なんか、うん、俺かみたいな感じで言って、ちゃんとこうビシッとしてしっかり戦うみたいな方が、そうそうそう、確かに、ね、しびれ、なんか今回してない感じがかっこいい、プロデューサーさんに板野さんが参加するっていうのを聞いてて、うんうんうん、この、で特にそのスカイビッタービットの話の時に、うんうん、みたいになって、で僕ブラスレイターで板野さんご一緒してたんで、まさか共演が共演じゃないか、作品作りまたね再びできるなんてのも全然思ってなくって、だから当時はね、はいはいはい、空中シーンは完全に絵があったわけじゃなかったんだけども、そうです、ね、どえらいことになるんだろうなっていうのはその作品があったので、もうとんでもないミサイルと追跡と来るんだろうなっていうのはこう心に思いながら
やっぱツイッターでもすごい言われてましたもんね。なんかあとすごいテンションが急激に変わってみたいな。あ、ビット自身の、うん、ことも。いやでもなんかあの特撮らしさっていうのがやっぱ松風さんの声がすごくあってメガブルー、ありがとうございますメガブルー。そうなのよ、今日もね多分松風さん本物よ、本物だ、本物だ、本物だ。確かに、それでね、こっち側もテンション上がって、今回ね、僕らの親戚中学生はそういうメンバーをっていうのが、そうでしたね、アメリカの狙いとして、あったみたいで、そういういやヒーロー像というか、うん、で監督がメガレンジャーもちろん見ててくれて、でそれであの、まあ、同じ業界にいるからいずれ一緒に仕事ができればっていう風に思ってたんですよって言ってくれて、まさかねこんな素敵な作品で、だって涼介さんもね、そうだね、ついさんやってましたし、すごい親戚中学生すごい4人ですね。だからねちょっとね青じゃん俺、青ビット、目とか髪とか、確かに、メガブルー。うん、的なところと、あと人に言われて俺もオンエア後に知ったんだけど、サイバースライダーっていうのに僕乗ってたんですよ、メガレンジャーした時。サーフィン、サーフボード型の、あの乗り物に乗って移動してたんだけど、スカイビッターに、あのグリットマンが乗ってる、あのポーズとか構図が、そこをちょっと、こうもしかしたら。そうそうそう、もじってというか。面白くやってるんじゃないか。でも雨宮監督がやりそうじゃん、そういうおしゃれ。確かにやれそう。好きそう雨宮さん。うわー、すごいな。ちょっとまた皆さんこれを踏まえて見ていただきたいですね。ねぜひぜひ見ていただきたいね。はい、ほんで、はい、ここからはもう恒例というか、まあ、まだ2度目なんですけども、一行感想特集。おっ、いいよ。いろんな方を紹介していきたいんで、いっぱい読んでこうってことでちょっとギュッとして。はい。あ、じゃあさ、もうこっちのほら本文の方を我々が読むから、はい、主役の広瀬くんには。一行とりあえず一言でさ、ズバッズバッとね、ズバッズバッと言ってもらおうじゃないですか。ではアクセスネームクリープクレープさんからです、はい、ありがとうございます。第1回でスペシャルドッグを潰されてクラスメートを殺したのに、ちょっと待って第1回っつった、第1回第1回、はい、第1回でスペシャルドッグを、しかも1話だしね、よりまで集中してるから、はい、そういうのいらない、こういう話いらない、スペシャルドッグを潰されてクラスメートを殺したのに、アンチ君のスペシャルドッグを躊躇なく踏み潰すアカネさんを見て、神様の気まぐれの怖さを隠しきれませんでした。本当だね、さあどうぞ、でもそこが明かりの良さでもある。さあ続いて、続きまして、アクセスネームトレモロさんからいただきました、ありがとうございます。自分の部屋帰ったらあかねちゃんが自分のベッドにいるなんてエロエロのエロだな、羨ましいよ。はい、どうぞ、どうぞ。その後のベッドに僕も寝たい。アクセスネーム霜降りさんからです、ありがとうございます。ただの変態やろ。あかねと食べていたチャーハン、作画がすごすぎて見ていると本当美味しそうでした、どうぞ。あの後僕もチャーハン食べました。あの後シリーズになっちゃうな。アクセスネームサングリさん、ありがとうございます。アンチ君まで気にかけるキャリバーさんの兄貴力高すぎ、どうぞ。キャバー最後で、いや、待って、あ、キャリバーさんか、そうでしょ、何高、兄貴力高、いや、やばい、すげえ、そのまま読むじゃん、サングリさんの綱渡りのさ、綱がさ、ワイヤーで切れなかったのにキュンキュンって言いながらこう弾けて切れるあのハリウッド映画の撮り方をするのが今見えたね。俺も今自分でだってあの後シリーズ自分で作ったんだからさ、いやいやいや、4個中3個良かったのに、そうか、またあの後って言えばよかったのに、あの後で繋げちゃえばよかったんじゃないすごい反省会が行われますけど、伝説のグリッドマンナイト再びになったね、たくさんの前で反省会ね、あれもあれだよね、あの広瀬とあの僕もあとりょうちゃんも、はいはい、仲がいいからこそのね、この関係ですからね、皆さんこれね、誤解ないように、そうですよ、最近さ言わないと本当にさ、なんか仲悪いみたいな、いや仲良しを通り越すとああなるっていうのもね、だから全然今も飲み会でもいつも反省会してますもん ね、 ね、僕のあの広瀬反省会をしてる、広瀬いじりは仲がいいっていうのを覚えていただいて、稲田さんのはちょっと違うんだけど、まあでも僕もどっちにもこう歯向かっていくんで、なんかあんまりそれはどうなんでしょう。でもそんなね、でもあんまりいじられてる風にあんま思われてない。嫌いな先輩の名前、あ、いいや、嫌い、ダメですよ、何言ってんの、俺嫌いな先輩俺一人もいない、見たこともない、聞いたこともない、はい、もう次行こう、次カットということでね、はい、ということで、はい、続いてはゲストの松風さん宛てのメールをご紹介したいと思います。応用しすぎやぞ、やばい、今2ページぐらい先今読んでた、もう俺次のコーナー行くと思ってたら、嫌いな先輩の話、いやいない、やめて、今編集で落ちてるかもしれないけど、この前に直前にあった嫌いな先輩の下り、違う違う、これを二度言ったことによって、そうそうそう、二度言ったことによって本当にこいつはいるんじゃないかみたいになっちゃうんで、ここで言わせていただきますけど、お前の表情と2ページ飛ばしがお前動揺しすぎやぞ、松風さんが嫌いだ、あ、ゆえのね、お願いします、大丈夫なのかこれ、本当に、俺すごい、これ全部本当にかと、いや俺本当にあると思われたらやばくないんだって、本当にいないからね、大丈夫、そうだね、大丈夫、みんなが好きな人間なんて、だからそういうのが怪しいってんの。
おかしいじゃん。サモ赤目ちゃんみたいになっちゃうのまずいけどね。確かに行動起こしちゃうのはまずい。嫌いだからまだまだ、いや僕は全員こう優しい先輩方にたまたま巡り合ってるので、だから今のところはいないです。なるほどなるほど。今のところはだってずっと優しい方ばっかりだった。だからそれは本当にもごもごなっちゃってる。ちょっとこのねもごもごなっちゃってる。マツカレさん嫌いだ。さあ続いていきますよ。はい、はい、続いてはゲストの松風雅也さん宛てのメールをご紹介いたします。はい、お願いします。はい、アクセスネーム、お前は誰だ、俺の中の私はハイパーエージェントさん、ありがとうございます。けども、ゆうちゃん、ゆめさん、もう俺のファンに冷たい。ねえ、なんでよ。いや、意味が分かんない。いや、これ見て、うおーとかならない。いや、そこまでいかん。ハイパーエージェントだよ。はい、すいませんでした。いや超意味わかるわ。ゆうちゃん、ゆめさん、松風さん、グリスグリスグリスっていうの。グリッドマン第7回を拝見して気になっていたことを、うん、松風さんにぜひ聞いてみたいと思いメールしました。ありがとうございます、うん。接客時にスマホをいじっていたり、はい、出撃時に俺かとやる気のなさそうなビットですが、うんうんうん、戦闘時合体後はすごくテンションが高く楽しそうな感じがしました。出撃後のテンションが高くなったり楽しそうだったのは松風さんの演技プランなのでしょうか、それともディレクションや設定があったのでしょうか、うんうんうん、もしよしよ、もしよければやばいね今日今日やばいね。自分でもちょっと面白かった。お前その可愛い髪を夢ちゃんあれやめろよ、あざとい可愛い髪出たな。ちょっと稼いでかいと俺もどん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 転落していってるから、そろそろ起き上がらないとまずい、底なし沼になっちゃうからね。転落底なし。ちょっとさっきね松風さんからもちょろっとお話聞きましたけど、これよく言われるんですよ、出撃時にテンションが高くって。でもさ、あの2人ともいてくれたけどさ、みんな一緒にいたじゃん、何にも言われてなかったよね。そうですね、収録の時はそんな感じなかったけど、なんかでも私もアニメで見たらそう思った、思いましたね。印象度の問題かな、あの絵も跳ねてるからじゃないかな。あ、当時は別にね、あの俺も異常に高く、もちろんうん、ただ戦いなので、うん、そのまんまっていうのは人間としておかしいから、うん、もちろん自然にこう戦いのっていうのは思いましたけど、うん、監督から、ね、指示とかディレクターさんの指示とかじゃなく、あと現場でも、うん、松風くん急に上げるねみたいなこともなかったなかったですね、うん、自然とね。まあでも普通戦いになったらでもね、そうそう、ね、嫌でしょ、あのまま携帯いじりながら飛んでたら嫌でしょ、携帯いじりながらミサイル撃ったら嫌でしょ、絶対嫌ですね。うん、うん、そうじゃん。確かに、そうそうそう、だからそれで変えた感じで、やっぱり携帯いじってるので何見てるのかってみんな気になってると思うんですけど、ああ、なんかでもずっといじってるよね。そうそう、何を見てるの。スタンプでもいじってるもんね、 LINE スタンプでもね。エッチなの見てるよ、どうせエッチなの見ないよ。それも含めてで、あ、見てるんだ。見てるんだ、見てるんだ、嘘。世界中の情報をねやっぱり集めてるんで、あ、人が、なるほど、世界中の情報を集めてるんですか、うん、情報収集するタイプの、皆さん誤解してるやる気ないみたいな感じにちょっと捉えちゃってると思うけど、全然やる気の塊なんで、お、あ、誰よりも情報を、情報戦ですから。あ、なるほど。あの帯さんが来た時の、はいはいはい、キーボードの他にもありますけど、そこになかったらないです。あーってあったじゃん、はいはいはい、あれも、まあ、あの、あー長かったでしょ、長かったです、長かった、あー長かった後に、うんうん、長かったらないですね、うんうん、あのあーに60個ぐらい考えてるからね。なるほど、それを芝居で出したんですね。この人にはちゃんと答えるべきか、答えてメリットあるのかみたいなこととか、あ、なるほど、晩ご飯のおかずとかいや、いろいろ考えて、いろいろ考えた、そだからおかしいじゃん、あの、あ、確かに今それを思ってちょっともう一回聞いてみて、あの、あ、なるほど、そういうことだと思って聞いたら、もしかしたらめちゃくちゃ考えてる人、60個ぐらいすごい考えた上で、うん、そこになかったらないですねっていう答えが響いて導き出されたっていう。笑っちゃってるじゃないですか。笑っちゃってる、最後まで突き通してください、最後まで突き通すってのは嘘とかにしか使わない言葉なんだよ。嘘じゃない、嘘じゃないんですよね、嘘じゃないんですよね。嘘、うん、いや嘘じゃないです、ほら、やっぱビット確かに頭良さそうにも見えるしな。そうなんですよ、そうだね、うん、考えてますよ。だって考えてなかったらだってショックでしょ、あんなにずっと見てて。確かに、まあ、でもそのちょっとダメン図鑑もいいけどね、でもね、女性的にはそう引っ張ってあげたくなっちゃうね、本当はね、違うのよ、あの、うん、本当はね、ビット日本語わかんないの。え、ずっとね、みんなの翻訳ソフトずっとやってて、え、そう、え、世界12カ国語ぐらいは喋れるんだけど、日本語だけちょっとまだ勉強中だから、みんなが喋ってるやつを、はいはい、あれソフトであの翻訳してんだよ。ガッチです、ダウト。嘘で、それは嘘でしょ、嘘でかぶしてよ。すいませんでした。俺2個目の嘘を言ったんだからさ、なんでダウトっておしゃれにしてた。もう返せ、嘘だ。嘘つきがいるぞ。それか今のは突き通してよって入るから。突き通して、あ、なるほど、すごい。だからじゃん、あ、そうだから、もう
ほらダメだぞ、嘘ばっかついちゃう。もう怒り方、あの電柱男爵さんもちょっと、うん、同じような感じだったんで、うんうん、はい、ちょっとカットします。なんでよ、なんで名前言って読まないとかある。電柱男爵さん、はいはい、ありがとうございます。男爵、電柱男爵さん、はい、質問ですと、はい、我々に、うん、ビットはクズなんですかと、あ、監督に、私が聞きに行きました。うんうん、だってゆめちゃんどう思う？はい、5円の時俺もわなわなしてたでしょ、一人で。いやいや、アフレコブースであれみたいなね、あの手を出すカットなんですよね。いや、私はクレジットカードをいつも持ってる人なのかなっていう。あ、だから小銭を持ち歩かない。なるほどね、正解。やった、嘘だ。今の嘘だよ絶対。さっきこういろいろやってるうちの一つが FX だからね。嘘だね、そんなこと言ってなかったもん。そうだと思った。 FX 先物取引、嘘だ嘘だ。いや、そうそう、買わせ買わせ、株とか大事そうですもんね、好きそう。そっち側行くなよ。絶対そんなわけないでしょ。だから日本はさ、先進国の中でもキャッシュレス化が進んでないじゃない、うん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 、だからやっぱ現金とかってあんまりよく、今ね、ただ中国はカードですもんね。神社に行った時にやっぱ5円ありますようにってやりたかったんで5円だけ持ってたんで。あー、なるほど、かわいい。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。神社で5円出すために残してたんだよ。普通だって俺ならカード投げるもん、そしたらカード。おー、神社に金持ってる。俺ならね、俺は5円なんて、神様ももう迷惑だなみたいな。しかもお前それ待ち、チャーキのトランプのやつだったら、それあのガランガランのやつ切れる。ごめんなさい、ラジオで伝わりづらいね。おい、広瀬君。まずかせるめちゃ乗りつくかもしれない。全力で拾い始めた。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてラメいきます。アクセスネームメガトモホークさんからです。ありがとうございます。ゆうちゃん、ゆうちゃん一緒に読むの？え、なんでなんで？ここ全部俺が読むっていうさっき打ち合わせだったけど。じゃあいいよいいよ。いや、これは私が読むんだよね。ああ、はいはい。ごめんなさい。はい、グリニチは。グリニチは。マチカさんといえば声優としての活躍も印象深いですが、うん、俳優としてヒーローを演じられていたりもしましたね。うん、大好きで子供の頃よく見ていました。そこで質問なのですが、本作でヒーローを演じているゆうちゃんにヒーローの先輩としてヒーロー役の演技について何かアドバイスされたことってあるのでしょうか、ということです。いやいや、やっぱり僕ね、ちょっと自慢していいですか。僕は電磁センターメガレンジャー、はいはい、メガレンジャーの青をやりまして、うん、ハリケンジャーでシュリケンジャーグリーンをやって、真剣ジャーで仙台真剣レッドの赤をやって、もうこんなにね、色やめっちゃ色やってますね。レッドもやってるんですよね。仙台真剣レッドって、やば、赤にも変身したことがある。こんなにもうね、ザッツヒーローみたいな。え、ちょっと個人的に聞きたいんですけど、レッドとかその色を変えてやると演技をするときってなんかちょっと変えたりしてるんですか。あ、それはね、やっぱりね、特徴っていうのがレッドらしいみたいな。確かになんかあるよね、レッドは熱くなんか男らしいとか、なんかちょっとブルーはクールとか、なんかさ、そういうイメージ。そういう意味ではさ、ユータもちょっと赤っぽくて、赤っぽいですね。確かに髪の毛も赤いな。だ、そこも踏まえてやっぱり現場では広瀬君にはすごいね、僕がいろんなことを伝えたと思うんで、どんどん言っちゃってよ。どうぞ。じゃ広瀬、どうぞ。俺がさんに教えてもらったこと、すごい数あると思うんだよ、ね、まあ、中でも 2,3 個でいいよ、うん、まずドア開けるところから、ドアを、そう、ブースのドアを開けるところから、まずそれ宮本がやってた。ん、違う俺今ボケようとしたんだよ。その宮本がやってたとかじゃないんだよ。今そんなアドバイスされてないだろうっていうのを欲しかったんだけど、うん、なんで今食った。じゃあ2個目だって。2個目考えてない。2個目、まあ、すごいたくさんあると思うけど、まあ、2,3 個でいいからね。すごい話してましたもんね。お手洗い行った時なんですけど、うん、男性のこうあるじゃん、3つ。で俺が端っこでね、うん、お手洗いをしようとしたら、お前とヒーローは真ん中でするだろって言われて、そうなんだと思って、3つあって真ん中のとこでトイレしたっていうのは今でも覚えてる。ヒーローたるもの、3つトイレがあったら真ん中でするべし、それね。なるほど。それを後ろから言ってくれて、俺は、あ、やべえと思ってこうキュッてして、まあスタジオのトイレね、3つなかったんで嘘ばっかり。じゃ続いて3つ目、あっさいの。続いて、アクセスネーム、3つ目ないの？え、3つ目すぐ終わっちゃったよ。あ、3つもあるよ。そうそう、3つ目もあるでしょ。一番いいや、とっておきよ。いや、残してたんですね。頼むよ、そんなもう。今のところ全嘘だからね。残してたね。ブース入るときに、やっぱり、挨拶をしっかりしようってやっぱ言ってたね。ちゃんとおはようございますって言おうって。あ、挨拶するんだってやっぱヒーローはと思って。おはようございますが噛んで言えなかったからね。そうですね、なんかあんま盛り上がんなかったね。そんな当たり前なこと、いや、これはダメだね。ちょっとすいません、今なんです。あ、じゃあ今ちょっと今初めて編集しよう、うん、そうですね、これは今初めて、もうここは本当にもう僕らの名誉のためにびっくりするが、今俺も汗かいてますし、うん、俺がもう挨拶もしてないキャラみたいになっちゃってますし、最初で最後の編集しようか、うん、すいませんでした、うん、はい、じゃあ続いていきます。はい、アクセスネームアキヤさんからです。はい、何今カットアイズみたいな、カットアイズ
アクセスネームアキヤさんからいただきました、はい、ありがとうございます、神様神ちゃんゲストの松枯さん、うん、グリニチはグリニチはついに松枯さんが破壊に来てくれましたね。この時をお待ちしておりました。今日はお二人の教育お願いしま します。松枯さんに質問です。松枯さんがアフレコ現場で見たパーソナリティお二人のアフレコでのすごかったところを教えてくださいということで、いやさっきのねやっぱね逆よ、さっきの逆、さっきの逆、さっきのってお前が今言うと編集できなくなるぞお前。何の話さ。さっきのはないけど。天才だなお前は。去年の、うん、去年の話。この間のあのまあはいということでじゃあ松枯さんがアフレコで見た、うん、すごかったところを教えてください。真面目に話そうか。うん、俺本当にこれはあのボケなしでマジ聞きたいです。正直ね本当に。たまには真面目に。おおいやあのまあこれはあの相馬くんもね。あの含めて3人のやっぱりやり取りが素晴らしいなっていうのは僕らは3話ぐらいからか遅れての参加だったけれどもいやすごいなと思って、でなんだろうこれは良くもあり、あの相馬くんはちょっとショック受けちゃうかもしれないけど、相馬くんにやっぱりうまさっていうか技巧的な技術的なものを感じるところがあって、相馬くんもそれはオンエアを見てやっぱり俺馴染んでたつもりがやっぱ俺は違いますねみたいな、だからそれすごいことだと思うんだ。やっぱすごい上手なこととなんかナチュラルっていうのを追い求めるっていうのがなんかできるのは、うん、でもやっぱもう二人は突出してすごくナチュラルで、あとなんだろう普段のこの台本読んでこの話がなんとかだねってキャッキャッキャッキャ言ってるじゃんみんなで、うん、その時もすごいそのまんまだよね、良くも悪くも本当になんかそのまんまな、絶対違うじゃん記憶喪失じゃないしさ、うん、広瀬は高校生じゃないしさっていうところなのに、うん、すごいなんかシンクロ率が異常に高いなっていうのは、うん、ありがとうございます、うん、そこが何しろあのセリフ以外もとかテストの時とか、はい、セリフ失敗しちゃった時とか、はい、もう一回リテイクしますとかの受け答えとかも、はい、なんか二人ともすごいまんまだったのが印象的でしたね。嫌味ないなんかみんなに好かれそうな、おお、ちょっと待って嬉しいやつじゃないですかこれは。本当ですかこれっていうのは置いといて、置いとくの長いぞ、置いとくのはだいぶ深いの必要よ。なぜ置いとく、もう入らないよそんなの。嬉しかったのに、いいね、広瀬腕を上げたな今の今ねもうねその一言がもらえるだけでありがたいことですよ、ね、置いとくののハイキーはねもう出会った頃には出なかったね本当に嬉しいわ、もうこれ嬉しいままね、はい、終わりましょう、締めましょう、はい、以上番組前半は普通のお便りをご紹介するグリッドマントークでした、はい、アニメの感想、出演者宛てのメッセージ、アクセスお待ちしております。はい、アニメグリッドマンラジオとりあえずユニオン、アクセスプラッシュ。グリッドマンインフォメーション、こちらはアニメグリッドマン関連の情報をお伝えするコーナーです。放送情報、はい、テレビアニメグリッドマンは東京 MX、 MBS、 BS11、 ワウワウにて好評放送中、うん、各サービスの配信もしておりますのでぜひチェックしてください。お願いします。続いて音楽情報です。オープニング主題歌オクトさんによるユニオン、そしてエンディング主題歌内田真彩さんによるユースフルビューティフルは好評発売中でございます、はい、そして響きゆうた、内海翔によるキャラクターソングは12月12日発売です。ついにこの間ニコ生をやらせていただいたんですけど、そこでこうちょっとジャケシャみたいのを、はい、あのジャケットっていうんですかね、を初公開してかっこいい感じにちょっと仕上がってるので、何より内海って翔って言うんだっていう、そこそこ誰も呼ばないじゃん、そうだいぶ前から、まあ、確かに台本も書いてあるけど、誰も内海翔って言わないですね、一人も言わないから、立花はね、高田立花とかさ、ゆうたもね、グリッドマンにゆうたって呼ばれたり、響きって呼ばれたり、翔って言わないね、ヒーローネームだね、翔、確かにもうそのヒーローみたいなこうまっすぐなかっこいい顔してるんで、ぜひその辺のジャケットも注目して見ていただきたいなと思っております、お願いします。さらに宝田立花、新庄茜によるキャラクターソングも同じく12月12日発売でございます。一緒だね、同時に発売されるんだ、うん、あのこれはねちょっとゆうたに聞いてほしいんで、ええっていうことだけ言っておきます。よろしくお願いします。この顔で、はい、やだ、かわいい、いや、かわいいよね、これ。でこの茜のアニメ、茜、しかもこれ茜の曲は作詞雨宮監督らしいんですよどんだけ才能あんのよ、もうやばいですよね、ちょっと気になるよ ね超聞きた、でもさ、自分が作詞したやつをさ、はいはい、人に見られるの超恥ずかしい、恥ずかしいそれさ、カスカード持って行こうぜ、監督さんが何、どういうつもりでここ一回行ったんですか、一人称で書いてたら女の子のやつ悪い顔する、私の気持ちみたいなことになってる可能性あるぜ、これ確かにやりたい、それ
な冷やかし目的みたいな。いや絶対多分素敵な曲になって、うん、ぜひ聴いてください。リッカもそんな感じなんだ。そんな感じなんですよ。じゃあ聴こう。うん、よろしくお願いします。ユータとして聴いたらなんかよりいいと思うね。そう、ユータとして聴いた方がいい絶対。いろいろ謎が明らかになりますよ。より黒崎君がね、キモくなる、うん、なんで俺が聴いてよりキモくなる。それ聞く側がキモくなるとか影響受けちゃうじゃん。広瀬くんが確かにそんな気持ちで聞いたらさ、え、どういう歌、え、そういうなんか俺がキモくなるような、はさらにさらに呼びましょう。ちょっとあんま言えないからね。あ、どうの君だ。今のは出してきた、はい、しい新キャラ出してきた。いや、恥ずかしい。何今の、どうぞ。新キャラ、ちょっといいから。恥ずかしいね。恥ずかしいキャラだね。逃がさないね。ゆめちゃんのことは逃がさない。そうなんですよ。行くのよ。なんでなんで、行って早く行って次。どういう目的で今やったの。ユニットマンとアンチのキャラさんの紹介。怖いね。グリッドマンとアンチによるキャラクターソングは12月26日。ほらほら、間違えていいとこと悪いところがある。間違いない。今のはごめんなさい、うん、はい、さらにさらに編集しねえよ。ね、本当にするわけない。これマジでなんか笑いとか入ると止められなくなっちゃうらしいんで一回静かにしますよ。12月さらに12月の26日ですね。そこ重要、はい、26日に発売です。グリッドマンとアンチですね。かっこいい、かっこいいな。でもグリッドマンとアンチって歌うんだって。まずグリッドマンが歌うってどうやって歌うんだろうな。超気になるね。ユータ怖い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 。なんだそれ、呪いの曲じゃないですか。聞きたくないよ。怖すぎでしょ。ラップだよ。ラップ、絶対ラップだよ。それ楽しみだな。サンプリングでラップだよ。未来館さん収録してないですね。サンプリング風で歌ってくださいっていうオーダーを未来館さんだったらできる。歌ってるんだちゃんと。じゃあラップの感はでも分かんないもん。まあお楽しみですね。それはお楽しみだよね。俺お楽しみなのか。はい、はい、そして雨宮明監督が書き下ろすのグリッドマンボイスドラマは各話放送直後の深夜1時半より順次配信中でございます。ナミコとハスの第7.7回、明日までですので、まだ聞いてない方はこの後すぐ聞いてください。すぐ聞いてください。お願いします。はい、でコラボ情報です。はい、11月23日より、うん、怪獣ガールズブラック、うん、グリッドマンスペシャルショップインナンバマルイが開催されます。グリッドマンではトリガーさんによる書き下ろしイラストを使用した新商品やグッズが販売されるそうです。さらに西日本にて初お披露目となるグリッドマンの立像展示もある。へ、うんうんうん、12月3日までの開催ですのでぜひ行ってみてくださいね。はい、お願いします。続いてパッケージ情報です。アニメグリッドマンブルーレイ &DVD 第1巻は12月19日発売でございます。160ページの豪華ブックレットなどなどなど豪華特典盛りだくさんとなっておりますので、そして店舗ごとのオリジナル特典も充実しておりますのでぜひ予約してください。よろしくお願いします。バカ売れの予感でしょ。バカ売れですよ。もう皆様さんに聞くとね、結構いい感じな感じなのよ。いい感じらしいですよ。ぜひぜひふるってご予約お願いします。よろしくお願いします。でさらにですね、はい、アニメ通販サイトキャニメというところで購入できるキャニメ特装版の特典がですね、うんうんうん、2種類の原画クリアファイル、ステッカーと、うん、それさらに、うん、キャニメ特装版の第4巻にはですね、うんうん、キャラクターデザインの坂本まさるさんの書き下ろしの全巻収納ボックス、そしてもうこれは何度も言ってるんですけども、ファインクローバー製のグリッドマンイニシャルファイターオリジナルソフビが特典になると。ソフビが特典になるというか、すごい、僕らこれ本物ね、見ましたね、本物です。イベントで見させてもらいました。そうなんです、すごいよね。ニコ生でもちょっと見せたんですけども、ね、本当しっかりとしたデザインになってるので、ね、素敵なも細かいし、あのねサンプル僕ら収録してる時にね、本当にすごいですよ。形になってる。そうなんです、うん、感動します。あれはなのでぜひ、まあ、これはキャニメだけなので、うん、全巻収納ボックスはぜひチェックしてください、はい、お願いします、はい、その他すべての情報はアニメグリッドマンの公式ホームページ、ツイッターをご確認お願いいたします。以上、アニメグリッドマン関連の情報をお伝えするグリッドマンインフォメーションでした。アニメグリッドマンラジオ、とりあえずユニオン、アクセスフラッシュ。さて番組後半はバラエティーコーナーです。はい、まあもう後半といえども結構時間がちょっと経ってるんですね。なのでちょっとサクサクっとね、はい、いきましょう。いつものおなじみのコーナーにアクセス。アクセス、せーの、あなたの4つの S。 俺も言うんだったのか。じゃあせっかくなんで一緒に言いましょう。大丈夫です。せーの、あなたの4つの S。 ありがとうございます。時間ねえつってんじゃん。はい、ではここからアシストエポの皆さんからの4つの S をご紹介したいと思います。アクセスネームカールさんからなんですが、うん、これは松風さんにぜひ読んでいただきたいと思います。ビットさんが言いそうな4つの S どうぞ。スカイビッター、今日は待機中です。仕事ってつまり待機のことでしょ。出動めんどくさいから待機でいいよね。サボってるだなんて人聞きが悪いな。待機っすよ、待機。
やばい。これでもね考えてくれたら嬉しいですね。やばい、これはやばい。山本さんが悶絶しておりますね。やばい、ヘッドホンで聞けて嬉しい限りで。でもなんかでも僕からすると僕の思うあのビットはもうこんなもんじゃないな。おやっぱりもう我々はねすでに12はね、はい、無事に取り終えてるじゃないですか。そうなん、そんな僕らも結構毎回これゲストさんに SSS をやってるんですけど、うん、じゃあもう一心伝心でもうビット僕みたいなもんなの。おおおだったらぐんぐんいくね。行きます。3、2、1、どうぞ。そうだ。そういえば、そんなこともあったね。そうそう。このくらいだと思います。ビットさんはこのくらいだと思います。確かに。はい。このくらいだね、うん、これポイントとしては S5 個あるっていうところと、うん、今2回ありますね。最後のそうそうはもう携帯見てました。なるほどね。だってね LINE のスタンプもねビットさん嘘と運だけですからね。確かにねほぼ喋らないね、うん、そう一番ね使えるけど、なんだろうね、確かにビットっぽいな。聞いてないことはないね、うんうんうん、すごく優しい。あと人はいいでしょ。人はいい、確かに肯定しかしないですからね、絶対ね。しかも結構さらっと助けてくれない。この間のリッカのさ、なんか取れないみたいな時も棚の上取るやつ、ね、取るよとかじゃなくて勝手に来て、うんうん、こうやってポッて君危なっかしいよみたいな、あれが多分モテるんでしょうね、ビットさん。これちょっとどうしようかな、いい話していい？何ですか？監督から聞いたんだけど、この間、はいはい、あれ手届かないところ、棚の上だ、ね、棚の上でしたね。ちょっとリッカちゃんセクシーっぽい感じ、はいはい、ちょっと、はい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 。であのシーンって大学生とねこう遊びに行くみたいな、はい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 、あーその回でしたね。リッカって年上好みなのかなみたいなので、うん、ゆうたがちょっとドキドキしちゃうみたいなところ、まあそれの印象的なシーンということで、それの前に、うんうん、まあ棚届かない頑張ってるリッカのやつをひょいっと取ってあげてっていうことだったじゃない、うんうん、あれってアシストウェポンで俺空でしょ、はい、高いところのものが取れないっていうそこの示唆なんだって。すごくなー、メミヤさんセンスおしゃれすぎる。それで取ってあげるのがビットなんだ。そうそうそう、だからビットなんだって。でもしかもそのでもなんかそのちょっとこう思春期のああいうところっていうのも表現するのもあったから、ちょっと僕らとしてはねその後のセリフでなリッカってあれなのかなみたいなのがあるから、そっちのこうちょっと色気を出しすぎたせいでまたクズ疑惑またクズ疑惑に戻ってくると膨らんでしまったっていうのはちょっと反省点なんだけど、実はあのそのシーンの印象として、なるほどね、そうそう高いところを無駄なシーンがない、そういうことだね。そうなのよ、一つ一つのカットに監督それ言って、うわーすごいって言ったら、うわー伝わんなかったかーなんつって笑顔、うわーそういうことなのか、すごいよね、すごいいいこと聞きましたね。本当にね全部がね意味があるからね、すごいなー、うわー面白いなー、はい、ちょっとまだすごいことが聞けましたね。一人というか人方っていうのしかちょっと紹介できなかったんですけども、うん、ちょっとたくさんで考えていただいてありがとうございます。そうなんですよ、すみません、ちょっとお時間が迫ってまいりましたのでこれくらいにします、はい、ということで番組後半はあなたの4つの S をお届けいたしました。他の3つのコーナー宛てのアクセスもお待ちしております。アニメグリッドマンラジオとりあえずユニオン、アクセスフラッシュ。ではそろそろお別れのお時間です、うん、番組ではアシストエポンという名のリスナーの皆さんからのメールをお待ちしております。アニメの感想や出演者へのメッセージ、うん、各コーナー宛てのアクセスお願いいたしま す。詳しくは番組ページのアクセスフォームを参照してください。お願いします。アニメグリッドマンラジオとりあえずユニオンはインターネットラジオステーション音声にて毎週金曜日配信でございます、うん、次回の配信は11月30日金曜日となっております、うん、忘れないようにカレンダーにメモしてください。お願いします。そして明日11月24日から順次アニメグリッドマン第8回が放送配信されるわけですが、ということでもう第8回になりましたね。ついにあの回ですよ、ね、結構もうあの謎もねちょっとずつ解けてきて、アカネが怪獣作ってるんだってなって、ユータもこうみんなに必死にアカネが作ってるんだよってなって、ユータ自身もこうどうにかしてね怪獣も止めないといけないし、アカネもどうにか しないといけないっていうのが、まあ、だからね、アカネのことをどうやって理解してもらうのかっていうのがこれからね、そこがユータとして難しいなと思うんだよね、うんうん、怪獣作られたらさ、だってみんなを守るためにそれは倒さないといけないし、うんうん、でも友達というかさ親友のアカネがそういうことやってるっていうのはどうやって止めていくのかなとは思いますね、うん、そうです ねついに学園大先輩がねって結末もあれだけれども、その過程もね全部作り込まれてるから楽しんでいただきたい。8話も絶対面白いっていう風に言ってもらえると。タイトルが対立ということで、うん、学園祭、学園祭会ですよ、うん、これはもうこれも出てるんだよ、ホームページに。学園祭が催される
こちら数年ぶりって書いてありましたからね。数年ぶりなんで数年ぶりに開催できたのかっていう、うん、確かにまたこう、うん、気になるというかさ、また考察をさせようとするこのね、いいぶりの、そして誰と誰が対立するのかとかね、かここら辺にぜひ注目していただきたいですね。アレクシスに利用されていると考えたユタたちはってあるけど、このアレクシス・ケリブもねどんどん動き出してる。アレクシスめっちゃ外出始めたよね、うん、あれは画面の中だったのに、ね、出てるのかっていうのはね肝ですよね、この作品のね。いやもうねなんかするでしょ。そうですよ、ね、作品の肝なの、アレクシスが出てるのって。なんで俺知らないんだろう。なんで出てるのかとかさ考えるでしょ。なんでこの世界に出てこられるのか、アレクシスは。一回撮り直したいな。そうでしょ、8話あたりから気づいてなかったの。そんなことある。そんなことそんなことはないですよ。びっくりしたわ、ね、知らないの、全然わかんないからね。そう確かに。どうだ、でも最後アンチ君さなんかザクって切られてさ、ね、はいはいはい、終わってさ血出してうわーっつってどっか行っちゃった、ね、鈴村さん叫びよかったね。かわいそうだ。全部全部皆さん思ってることは回収されると思うので。そうですね、全部見てもらえればね、すっきり気持ちよくなると思いますんで、うん、8話もぜひよろしくお願いします。さて本日はいかがでしたか、松風さん。こんな感じで始めていきましたか。いやいやいや、あっという間で、りょうちゃんとかしんだりさんにね面白い場所だっていうのは聞いてた、はい、まあ面白い場所、私としてはご訂正ぐらいできましたか。いやいやいや、松風さんもめっちゃボケ始めたからな。ずるいよな、作ってくれたんだよ。だってなかなかないよ、番組後半がもう 5,6 分でスーンって終わってるほぼほぼ初よ、こんな A パートいっぱい話しちゃった。ビットのこともねたくさん知れてよかったね。なんか 謎というかなんかね、うんうんうん、ビットの裏話が聞けた、うん、あと皆さんからそのビットの質問とかを、うんうん、読ませてもらったのとても嬉しかったです。いっぱいありますからね、うんうん、今日ここでは紹介できなかったですけど、しっかり我々読ませていただいておりますので、はい、ぜひ、はい、今後ともぜひその話とかもね、おまけトークで、うん、この後さらにおしゃべりしていきたいと思いますので、ね、よろしくお願いします。この後もお付き合いください、松海さん。よろしくお願いします。ますますということで、はい、今回はここまでです、はい、お相手は響きゆうた役広瀬優也と、宝田立花役宮本ゆめと、ビット役松風雅也でした。第9回もインターネットラジオステーション温泉にアクセスフラッシュ。アニメグリッドマンラジオ、とりあえずユニオン、この番組はグリッドマン制作委員会の提供でお送りいたしました。